私に何かを作って。美味しく作ってみせましょう。ヘタ取れた食材芯が使ってないからね。すごいな。味付けには美味しいがあるの。楽しみにしておくよ。わさび醤油で召し上がれ、セロリ。え？ほい、おなんだまた。ほいほい。何学生服着てるの？コスプレですか？学生服じゃなかったし、全然。なんだ、どうした？子守、頑張るよ。てか、なんか猫おるし。くすぐったりして赤ちゃんを喜ばせよう。撫でたりくすぐったり。あれ、クロムちゃんとこんなんなかったね。いないいない。何？いないいない。ばあ。びっくりしとるやん。いないいない。ばあ。なんかちょっといい感じ？こしょ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 。やめんかボケって言われよる感じやね。いない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 、ばあ。今一瞬笑ったことない？ばあ。笑ってくれたよ。なとくん笑ったよ。よし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 。かわいい。いいねいいね。あ、ここは嫌か。嫌だったか。なるほど。そろそろミルクの時間ですね。あ、なるほど。ダメだったんだ、今の。成功したつもりだったんだけど、また泣き出したよ。ごめんね。ほいほい。実用品万華鏡をもらいました。これ見せてあげたらいいんじゃないの？いや、めっちゃ泣いてるよ。なるほど、泣くのっていろんなパターンがあるんやな。なになに、ニュース速報。ほいほい。輸入品が入荷されました。浴衣やって浴衣。いいねいいね、お祭りだよ。めっちゃかっこいいやん。ありがとう。女物だけ？男の子用はないのか。ほい、じゃあ、今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ゆうなちゃん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する。実はしっかり者。あ、もうすでに浴衣着とるやん。短いタイプのやつやけど。ほい、オッケー。じゃあちょっと輸入品見に行こっか。入る。ようこそいらっしゃいませ。女物の浴衣。これやね。いいねいいね。買うよ買うよ。いろんな色あるよ。あ、すごい。あ、私黒がいいかな。よし。私が着るわけじゃないけど。ほいほい。あ、めっちゃいいやん、これ。かわいい。ほい、それじゃあマンション行こう。ほい、じゃあ早速今回、新しく住人になってくれたゆうなちゃん。入るよ。なんかもうちょっと素朴な感じの部屋に住んのんかと思ったらイメージが全然違った。意外としっかりした女。でもなんか、しっかりしとるかどうかはまだわからんけど、とりあえず意外性はすでに見たよ。全然十分大きいさ、パッチリしてるじゃないか。ね。お目目パッチリな女の子って素敵よ。ほい、それじゃあ、さっぱり豆腐でもどうすか。いただきます。どうぞどうぞ。どう？美味しい？あんまり美味しくなかった。なんていうこと。いきなり嫌がらせを。大丈夫だからね。別にこれからどんどん嫌がらせしていくわけじゃないからね。ほい、ということで。あやかちゃん、入るよ。何それ。ちょっと二人して勉強が嫌になって投げ出してるじゃないか。現実逃避しちゃダメよ。ほら、起きて勉強して。お久しぶりです。お久しぶり。ごめんね。したいのですが。おお、いいやん。誰ガイタンを紹介するのはどうでしょうか。おお、ガイタンくん、いいと思うよ。二人の仲良くなるには、どんな話をすればいいでしょうか。そうやね。やっぱ男の子ってね、趣味とか、のめり込めること。なんか、こだわり強い人多いやんか、男の人って。なんかそういう感じの会話で、盛り上がれるんじゃないんかな。あ、でものめり込みすぎてさ、頑固になってもあれなんやけど。あ、でも楽しそう。何の話しようんやろうね。内容をちょっと出してほしい。プロポーズの時のさ、もわもわもわって何考えよるかわかる、吹き出し、ああいう感じのでも意見出してほしいことない。友達になってくれました。よかったよかった。気があったんやね。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品旅行券をもらいました。ありがとう。さあ、夜市だ。お客さん、運試ししてみない？もちろん運試しするよ。なんか多少小走りぐらいで、通り過ぎてったけど、ルギアくん。私は買うからね。毎回ここで5000円を。一つ目の中身は？お、服、ブカブカの T シャツが入っていました。これあれじゃない？ライチちゃんのやつの色違いバージョンやろ。いいね、いいね。二つ目の中身は？お、お宝、ゲーム&ウォッチが入っていました。おー、いいやん、いいやん。でもこれはあげれんやつか。三つ目の中身は？お、服、キルティングコートが入っていました。かわいい。今回全体的に良かった。全部良かった、今回。私結構、いいもの出ること多くない？まあ、みんなかな。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ QR コードを読み取る。ひよりちゃん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナインブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐに顔に出る。顔に出すぎて。でもいいよね、こういう子。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。じゃあ早速、今回新しく増えた、ひよりちゃん、お、入るよ。お菓子の部屋やね。いいな、いいな。ひよりです。究極の癒し系と知って言われます。究極ってつくのがすごいよね。新しい住人が引っ越してきたら、マンション中でお祝いしますの。今はあなたが新しく引っ越してきた人だよ。マンションの住人みんなで祝ってねって言いよる。まあ、とりあえずほら、お近づきの印に、お近づきの印に豆腐？まあまあまあ、夏場だからほら。どういう。でもね、さっぱり。どう？美味しい？お、すごく美味しかった。よかった。ちゃんと歓迎できたね。こんな時間に。誰かが喫茶店に。怪しい。おお。あれ、アキちゃんは一体誰と？動かせない。一人かな。チータンくん、お家に帰りなよ。あれか？喫茶店。24時間営業かな。よしはるくん、入るよ。遊ぼう。どうしたの？めっちゃウキウキやん。なんかいいことあった？トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。ほい、スタート。はっきょい。残った。いけい。これいつも思うけど髪型かわいいよね、みんな。やった。やった。ごめんね、めっちゃがっかりしとったけど。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番大きいやつ。おまるだ。お宝おまるをもらいました。これは、なっちゃんたちの家に必要なんじゃないか？これは、愛ちゃん入るよ。ついに愛ちゃんに春が。どうした？誰だ？切ない。切ない。聞くよ、話。シーンのことが好きです。おー。告白したいのですが。シーンくんか。手伝うよ、私。どんな感じで告白したらいいですか？ね。それは、正統派で行ってみよう。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所は、場所は、じゃあ、屋上で。その前に着替えた方がいいですかね？そうやね、着替えよっか。じゃあ、これで。サロペット。来た時の格好やね。来た時の格好が一番可愛いと思うよ。いってらっしゃい。さあ、ドキドキするね。気がつくと、あなたを見ています。付き合ってください。いやー、いいね。いいね。しんくんどう？ちょっと待った。お？久々のちょっと待った。バン。マジか。マジか、ねむちゃん。かわいちまっと。どうするの、しんくん。しんくん、おお、モテモテだ、寝てましたけど、今。ってことはそこにずっといたんだよね。本当にあなたのことが好きなのは私です。いやいや。しんくんめっちゃモテモテだ。誰を選ぶんですか？プレッシャーだな。しんくん、決断を。どうなんだ？はい、こちらこそよろしくお願いします。よかったよかった、愛ちゃん。やっぱりこうね、一番最初に告白したところが、OK されるとだいぶ嬉しいね。後から来た子たちはちょっと、あれなんだけど、気の毒なんだけど。応援するよって言った手前、やっぱり一番嬉しいのは最初の子だ。よかったよ、愛ちゃん。レベルアップ。そりゃレベルもアップするよ。ということで、歌でも歌っちゃう？歌でも歌っちゃいますか。じゃあ、アイドルで。ほい。歌アイドルをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なに自重品、風邪薬をもらいました。お腹は空いてないんよね。自分では割と運がいい方だと思います。ね、特に今思うやろ。でもそれはきっと運じゃないよ。運命だからね。ねえ。よかったよかった。それじゃあちょっと、フライパンどこ行った？よし。私に何かを作って。美味しく作ってみせましょう。今ならきっと、ものすごい美味しいものができるに決まってる。それが食材使ってないからね。すごいな。新鮮だね。味付けには自信があるの？楽しみにしておくよ。お、できた？味見中っすか。わさび醤油で召し上がれ、セロリ。セロリ？いや、わさび醤油で召し上がるのはいいんだけどさ。何をやってたの、さっき。味付け？お粗末様でした。謎だ。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、最近毎回私の最初の挨拶が邪魔される。ほいほい行くよ。どうした。いつの間にまだ私タッチしよるとこまでしか見てないよ。なるほどね。なんかちょっとハットくん要素の方が強いね。じゃあ、ナトくんは、旅に出ます。旅に出すと、この島からはいなくなります。よろしいですか？いつかちゃんと巡って帰ってくるんだよ。それがいいと思っていました。立派な大人になるために、旅に出て、気分を磨こうと思います。ぜひぜひ。てか、思った声より高かったんだけど。何か整えた方が、整えるってなんだっけ？なんか、前回そんなんあった？整えたい。いや、いいよ、そういうことか。ほいほい。旅先で出会った人に何か伝えたい言葉はありますか？旅先で出会った人に伝えたい言葉。伝えたい言葉ね。よろしくお願いします。しーまーす。ほい。こんな感じ。はい、わかりました。誰かに出会ったら忘れずに伝えます。元気でね。お、着替える？では、行ってきます。行ってらっしゃい。みんなその服装なんやね。あれやね、波止場まで見送りに行ったりとかせんのや。なにあ、アルバムか。ほい、ということで、今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ QR コードを読み取る。ココちゃん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。あれは髪飾りかな？なんかかわいい。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。お？今のは、見逃してないよ、私。あの部屋は？マサオさんだ。マサオさん入るよ。どうもどうも。めっちゃバタバタしよったけど。はあ、どうした？誰だよ、相手は。おー、エナッチ。なるほど、なるほど。私が協力するよ。告白を手伝う。どんな感じで告白したらいいですか？じゃあ、ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所はね、音楽堂。その前に着替えた方がいいですかね？だね。ブロッコリー被っていってる場合じゃないよ、告白に。着替える。そしてとりあえず外そうか。そして、服はこれでいいや。決定。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。なんか思ったけど、マサオさんって結構、濃い大きな感じよね。運命の赤い糸は、あなたへと繋がっていたんですね。この糸を切ることは、誰にもできないでしょう。うわぁ、超絶臭いセリフ。どうよ、エナッチ。お返事。お？ライバル。シッシーさん。シッシーさんまさかのアンテナ付きで登場した。おー、すげえな、かっこいいな。本当にあなたも好きなのは、僕です。いや、私の方が、あなたのことも好きに決まってます。エナッチどうするの？ムッとした。どっちも選ぶんですか？お返事を聞かせて、ナッチ。おー。マサオさん、エナッチと付き合ったよ。シッシーさん頑張れ。やったね。まくいきました。でもあれよね。マサオさんは離れる率も高いんだけど、くっつく率も高いから、基本的にモテてるよな。ね。じゃあサッカーでもっとモテ男子に。お礼にこれをあげます。なに実用品、一応役をもらいました。ありがとう。ほい、じゃあミーニュース見てこう。まあ、現実はそう甘くはいかんよね。ほいほい、お願いします。お、シーンくん誕生日、おめでとう。おめでとう、シーンくん。いいね、いいね。みんながお祝いに。ハッピーバースデー。おめでとう。なんやろ。ハッピーバースデー。バースデーの部分をなんか、はっきり言るけんおかしいんかな。ねえ、自分のじゃなくってもいい気分よね。そりゃそうだけどね。それを言っちゃったらおしまいじゃないか。ほい、ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ほい、中村さん。乗り系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視。大雑把。楽観的。熱しやすく冷めやすい。ガンガン型。元気の塊タイプ。思いつきで何でもやる。何かやりだしたら誰にも止められない。マジでガンガン型なんや。なんか見た目とのギャップやね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。で、今回新しく入った、中村さん、入るよ。どうも。中村です。思いつきで突っ走っちゃう女です。思いつきで突っ走っちゃう。まあでも私もそういう感じかな。でも大して考えずに突っ走ってしまうけん、後から後悔するっていうね。夜になると、なぜかテンションが上がります。あ、でも夜のテンションってあるよね。やっぱり、なんか、昼間と夜じゃ、ちょっとテンションも変わってくる気がするよ。友達と話しよってもさ。ほい、それじゃあ、おにぎりで戻すか。いただきます。なんかたまにおにぎりって無性に食べたくなるよね。私は梅干しがいいけど。おにぎりの具材。結構美味しかったようです。なんかたまに無性に食べたくなって、急にさっと作るときとかある。ほい、そして、さっきマークで撮ったよね。ほら。え、なっち、入るよ。どうした？お友達を作るの？紹介してあげるの？マジか。イケイケだねえ、なっち。おー、あやちゃん、いいやん。紹介するよ。どうだ、礼儀正しく。やっぱり最初やけんね。ほら、現実だってさ、最初から慣れしい人とか無理やんか、絶対。だけど、最初は礼儀正しく。だって、親しき中にも礼儀ありとか言うのにさ、親しくもないのに礼儀ないとか最悪やけんね。どうだ？お、よかった。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。よかったね。今、エナッチめっちゃ絶好調やね。お、レベル上がった。ほい、それじゃああれやね、歌で、女の子でロックっておらんかったやろ、多分。これをあげます。歌、ロックをプレゼントしました。なになに？お、実用品ミシンをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあちょっと家の方見に行こっかな。ハットくんとなっちゃん、ハットくんが震えてる。布団を渡してあげて、ガタガタなってるから。あ、ここは二人揃ってやね。じゃあちょっと夢見てみよっか。まず、あきちゃんから。こういう落ちる夢ってさ、ガクってなることない？ガクって。なんか夢の中の行動とかがさ、こう現実の自分にも反映されるっていうのが面白いよね。お、吸い上げられていった。吸い上げられていった最終的に。どういうわけかお宝風船を拾いました。お、落ちたよ。やっぱり落ちる夢を見たら落ちるんだよ。でもあれなんやろ。そのまま寝だしたし。こう、落ちていきよる間に見よる夢。なんかめっちゃ長く感じるけどね。ほい、それじゃあ、チャーリーさん見てこうね。お、赤い糸。それはもちろん、アキちゃんのところに繋がっているんだろうね。手繰り寄せて。何それスマホ？財布？どういうわけかお宝赤い糸を拾いました。え、赤い糸の先にあったものが何かわからないのか。アキちゃんいつの間にか戻ってきとるし。すごい寝相の夫婦だな。ねえ。ココアちゃん入るよ。遊ぶおう、遊ぼう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。これさ、遊ぼうって言って一人で絵合わせっていうのは、なんか見よって楽しいんかな。サクチン。ガラス細工。このガラス細工綺麗よね。てか、ああいうのってなんか、見よるだけですごい綺麗って思う。ヨーヨーもなんか昔流行ったよね。私は犬の散歩ぐらいしかできんけど。犬の散歩。婚約指輪。おし。一回見た場所は覚えよう。おいしい感じやぞ。はい、完璧。最初一通り全然知らんものポンポンポンって出たけど、その後は一回も間違えんかったね。記憶力を鍛えよう。ありがとう。じゃあね。中くらい。お宝、蚊取り線香をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい。じゃあ、QR コードを読み取る。レイちゃん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐに顔に出る。絶対愛され系な感じよね、これは。わかりやすい子っていいと思うよ。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。お、ハートがある。お、あやちゃんやないか。入るよ。相手は誰だい？おはようです。どうやら、ゆうやがみーのことも好きみたいなんです。なるほど。みー？自分の呼び方みーなんや。いいと思うよ。お似合いだね。本当ですか？なんか気になってきました。お、気になっちゃえ。レベルアップ。はい、ということで、道具。何がいいかな？なんか、本とかいっぱいある場所におるけん。本好きなんかな？まあ、こんないっぱいある中、一冊プレゼントされたからなんだって感じかもしれんけど。これ全部読んどんかな。ああ、それはよくある。これは後からでいいかなって思ったら、なんか気づいたらね。そんなことを考えていたことすら覚えてないっていう。とりあえず、何かしら食べとるみたいやけど、おやつとして、プレッツェルを。なんか、食べ方ゆっくりやね。食べ方にも差があるのか。結構美味しかったようです。よかったよかった。なんか、ハムって感じやった。みんな結構サク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 って食べることない？お、喫茶店出かけていったよ。ほい、それじゃあ今回新しく来た、レイちゃん、入るよ。レイちゃんです。究極の癒し系女子って言われます。いいね、究極の癒し系女子。そこにおるだけでって感じか。写真を撮ると、違って私だけ目をつぶっています。ああ、そういうことってあるよね。てかなんか実物すごい可愛いのにさ、写真写り悪い子とかって、まあおるやんか。あれってなんか謎よね。どういう仕組みになっとんやろ。ほい、それじゃあ、豪華だな、タイの池作り。これ前に誰かが作ってくれたやつよね。いただきます。歓迎するよ。うちのマンションに。どうすか？すごく美味しかった。だよね、やっぱりね。私も食べたいもん、それ。お刺身お寿司大好きだから食べたいもん。ほい、それじゃあ、ゆうなちゃん入るよ。どうもどうも。素朴な格好をしているのにめちゃめちゃキラキラした場所に。おはようです。なんでもいいから食べたいです。お、お腹すいた？ね、それじゃあ、ほい、ミートボール。いいね、ミートボールの山。どう？すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。よし、ということで、携帯電話でも。ねえ、お祭りとか行ってはぐれたりしたら嫌やしね。おー、マジか。てか、旅に出とったんやね、ゆうなちゃん。ハットくん。ハットくん、お呼び出しするよ。来て来て。ココちゃんがお怒りだから。めっちゃ焦っとるね。聞いたよ。理由は知らないけれど。落ち着いて落ち着いて。ほら、美味しいものを食べれば。何がいいかな。さくらんぼ。どうぞ。さくらんぼなんか一時期めっちゃ食べよったんやけどさ、最近食べてないな。食べたい。お、すごく美味しかった。ということは機嫌が治るね。よし。ほら、ビーフシチューとかコーンスープを抜いてさくらんぼ1位やけんね。あえて手あげるの見えよんかな。みんな後ろ向いとるけど。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。スッと。もうさっきまであんなに機嫌悪かったのにめっちゃ嬉しそうやん。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。お、レベルまで上がったね。ということで、どうしよっかなー。じゃあほら、お勉強セットでも。どうぞどうぞ。人生ずっと勉強は必要よ。まあ、私がしてないけどね。実用品、スライドパズルをもらいました。ほい、それじゃあ、モカタン入るよ。あ、ごめんごめん。しゃっくりしてた？みんなしゃっくりしてる時だけびっくりするよね。よかったよかった。別に普段普通なくせにって言っちゃった。お、いいやんいいやん。紹介するよ。どんな話？まあ、世間話ぐらいかな。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。今世間話って、やっぱ何オリンピック系？私スポーツよくわからんけんあれないけどさ。でもスポーツよくわからんくっても、やっぱりなんか見よったら、ね、一生懸命しよるの見たら、感動はするよね。ルールもわからないくせに。お、お友達になった。うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。お、レベルも上がったよ。ほい、それじゃあ、歌とかどうすか？一応アイドル持ってんだね。アイドル持ってるっておかしいけど。じゃあ、何に挑戦する？でも、モカタン見た目的にアイドルって感じないよね。ちょっと意外な感じ狙っていく？演歌3人でやったらどんな感じなんかちょっと見てみたいんよね。2人の時めっちゃいい感じやったやんか。やっぱりこの人数がちょうどいいなみたいなのはあるんかな。なになに？お、実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。